はい、今回はですね、まあ、管理人の僕が、まあ、思う、まあ、ちょっと感じる、まあ、リボ払いの、末路がですね、借金時刻と、いうことについてちょっとお話していきたいと思いますので、まあ、気になる方よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、まあ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。まあ、リボ払いっていうのは、まあ、怖いし、まあ、危険、危ないんですよね。で、まあ、ちょっとなんか、今回はそんな、何っていうことでも、まあ、あるんですけれども、このリボ払いについてお話ししていこうかとは思うんですけれども、僕の職場にいるんですよ、超リボ払いしてる人、カードいくつかで。で、まあ、まあ、話してくるんですけど、別に僕職場だと普通に話すんですけど、リボ払いを、まあ、いくつかしてるっていう人が職場にいてね。で、僕に今言ってくるんですよ。まあ、それどうみたいな。で、まあ、これ正直、リスナー様に、言いますけど、まあ、僕もですけど、まあ、リスナー様も、まあ、そうだと思うんですけど、まあ、こう最近ね、まあ、いろんなことがあって、まあ、不況っていうこともあって、まあ、まあ、経済的に、まあ、まあ、潤わない、まあまあ、言葉悪いですけど、金欠とか、まあ、僕もそうですけど、金欠はなんか貧乏とか、そういう感じにはなってるとは思うんですよ。まあ、なってなかったらごめんなさいってことなんですけど、でも、金欠になっても、また経済的に厳しくなっても、やっぱりこの、リボ時刻っていうのにはね、陥らない方がいいんじゃないかなっていうことを僕、いつも思ってるんですよ。僕は別に当たり前ですけど、クレジットか、会社の人間ではないから、まあ、なんともっていうかあれですけど、まあ、リスナー様、いつも聞いていただいてるんで、万が一この話を、まあ、知らない方がいたりとか、で、まあ、もししてる方がいたら、まあね、すぐにとかっていうのは、まあ、あれですし、まあ、僕はそんななんか偉そうに、言う話でもないんですけど、こういうからくりに、多分なってるから、ちょっと、注意が、必要なのかな、なんていうことを、まあ、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、そのさっきお話したように、ね、最近の不況下で、まあ、いろんなことがあってウイルスとかあるから、まあ、仕事が、まあ、減ったりとか、まあ、金欠とか、まあ、僕とかもそうですけど、ね、そういうような状態で、まあ、お金が、まあ、そんなないかなっていう時に、クレジットカードの、まあ、リボ払いっていう、まあ、時刻にはまりかねないんですよ。だからそれをちょっと気をつけないと、まあ、いけないかなっていう、まあ、そういうことだと思うんですよね。で、まあ、当たり前って言ったら失礼ですけど、まあ、お金がないからね、まあ、クレジットカードを使って買い物するのは、まあ、一つの、まあ、それ策だと思うんですよ。で、まあ、本当はね、一括払いが一番いいと思うんですよ。まあ、それ人それぞれっていう話なんで、別に僕はね、リスナーさんにそんな偉そうに言うのも失礼なんですけど、本当はできれば一括払いがベストだとは思うんですけれども、一番いいと思うんですけど、もし厳しかったら、まあ、分割払いぐらいにするのがいいんじゃないかなって。絶対にリボ払いっていうのはやめた方がいいんですよね。うん、このクレジットカードのリボ払いにすると、まあ、時刻に行ってしまうんで、リボ時刻ってね、うん、本当に思いますね。うん、でこれリボ払いって、まあ、知ってる方が多くいらっしゃるのか、まあ、もし知らない方がいたら、ちょっと、まあ、こうだっていうことを思っていただいた方がいいと思うんですけど、リボ払いの仕組みっていうのがあってね、月に一定額しか払えないんですよ。で、つまりは、元金が、まあ、全然減らないっていう、まあ、そういう、まあ、仕組みで、まあ、カード会社が、まあ、得をするっていう、そういう話なんですよね、リボ払いって。クレジットカードのリボ払いって、月の額が決まってるんですよ、払う額が。で、その額を払えばいいっていうことで、まあ、使ってる人ね、それ僕の会社の人も、まあ、いろいろ話しかけてくるんですけど、僕はお金がないからって、ご飯、食べに行くと断ったりするんで、実はお金がないからっていうのもありますけど、めんどくさいからだったりする時があるんですけどね。家でなんか YouTube とかしてる時の方が楽しいんで、まあ、あれなんですけど、まあ、それは置いといて、まあ、そういうだとかだと全然元金が減らないんですよね。で、利息だけ払い続けていくっていう仕組みになってるんですよ。で、カード会社が儲かるだけの仕組みだと僕は思うんですよ。うん、まあ、当たり前の話ですけど、元金が全く減らないっていうことで極めて恐怖なことですよね。そう考えると、やっぱりリボ払いっていうのはそういうシステムはあるんですけど、クレジットカードに、それやめた方がいいですねっていう、もう絶対とは言わないけど、まあ、もうやめた方がいい、人生を積んでしまうんじゃないかっていう恐怖を感じるかなって。で、この、まあ、ちょっとね、まあ、僕その
まあ、会社の人とかに言われたんで一回調べたんですけど、リボ払いって手数料の、まあ、率が めちゃめちゃ高いんですよね。びっくりするぐらい高いですよね。リボ払いの手数料の率って 15% っていうことなんですよ。こんな高い手数料の率だったらもう多分どうにもならないんじゃないかなって。でお金が、ないから、まあね、普通に一括でカードしなかったり分割だったらいいんですけど、そのリボに入って、まあそのね、手数料の率が異常に高い 15% で、もうほぼあの、まあ、地獄に入ってしまったんじゃないかっていう、そういうことをちょっと本当に思うんですよね。で、まあ、あの、まあ、これはね、別に、あの、僕は、あの、あれなんですけど、まあ、その周りにいないんですけど、まあ、わかんないですけど、このリボ払いをする、まあ、末路ですよね、その先どうなってしまうのかって、おそらく借金地獄とか下手したら自己破産とかそういうのになりかねないんじゃないかっていう、そういうあの極めて危険を感じますよね、うん、あの僕 の周りとかにはいないし、まあ、リスナー様の周りにはちょっといらっしゃるかわからないんですけど、リボ払いの末路っていうのは本当に地獄に行ってしまうんじゃないかと。借金地獄とかね、あとはあの、まあ、自己破産とかって ありますけど、自己破産する人あの多いとかってよく聞きますけど、そういうあのなんていうのかな、地獄に行く第一歩になってしまうかもしれない危機があるんで、まあ、もしねあの何も知らない方がいらして、あのこのコンテンツを聞いていただいたら、あ、そうかって思っていただいて、あの、やめていただいた方がいいんじゃないかなとかって思います。僕は、あの、当たり前ですけど、ね、まあ、リスナー様にその、不利益なことを言ってるつもりはないんで、うん、あの、このリボ払いっていうのはね、あの、カード会社が儲かるだけの多分そういうシステムなんですよ。で、それにハマったら、まあ、あの、借金地獄、あるいは自己破産っていう、そういう末路に、あの、転がっていってしまうんじゃないかなとかっていうのを思うんですよ。で僕もね、あの偉そうなことを言うわけじゃないですけど、結構貧乏してね、あの、まあ、そんな、まあ、リスナー様はちょっと分かんないですけど、貧乏してなんか、まあ、その金欠だなとかってちょっと思うこともあってね、うん、どうしようかな、ちょっとカレーを食べようかな、やめようかなとかって思ったりもすることもあるんですけれども、やっぱりこのリボ払いの末路ってあの恐怖ですよね。こう借金地獄とか自己破産とか、まあ、そういうのになる可能性があの極めて高いんで、最近あのちょっとね、あの仕事が、まあ、僕もまあ皆様もまあ少ない、くなってるようなことがあるかもしれないんですけど、まあ、そんな時でもちょっとぐっと我慢した方がまあいいんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと今回はあのリボ払いについてあの僕なりに思うところをお話しさせていただきました。あの皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。ちょっとね、まあ、今回はこのような内容をお話してみたということで、今回ここで終わりとさせていただきます。まあ、気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。